ローズです。ミキです。ローズマリーです。ローズマリーをお送りする。ごめんなさい、ごめんなさい、なにごめん。ローズマリーをお送りする。モリモリウェディング。なに今日、なに久しぶり、久しぶり。今日はね、ビロップを作っちゃいました。なにビロップって、なにビロップって、なにビロップを作っちゃいました。プロフィールビデオなんでしょ。まあ、そうじゃ、なに、そうとも、なにプロフィールビデオじゃん。で、今日は、なんて、皆さんに、この人たちの人たちをご紹介しようかなって思ってるの。紹介して。それはあなたが、新郎の大輔っていうのは、多分、病院で生まれたのよ。何それ。それでは、プロフィール。ちょっと待って、ちょっと待って。つー、まるまるというわけで、これが新郎。まあ、かわいいお父さんのメガネなのね。そうなの、メガネ。ガネ名よ、ガネ名。今度、弟ちゃんと映ってるわ。なんだかこの頃はぷっくりしてて健康的ね。何それ、今は健康的じゃないみたいじゃない。じゃああなたはあれが健康的に見えるの。あら、ピザよピザ。無視しないでよ、健康的なのかって聞いてるよ。ピザピザの写真よ、写真見なさいよ。あら本当、でもなんだかちっちゃくない。そうね、きっと遠近法でちっちゃくなっちゃってるのよ。あなたもいろいろちっちゃいじゃない。そういう余計なことは言わなくてもいいの。ねえねえ、この写真はどこにいるの。わかんない、わかんないって、あんたそれじゃ紹介するわよじゃない。はい、これ走ってるわ。そう、走ってるの。躍動感あふれる写真ね。そうなの、躍動感って言葉は分かんなかったみたいだけど、確かにここにはあるし。躍動感の言葉も知らなかったの。ただの無知ってだけじゃない。そうともいい、そうともいい。でね、次の写真はもっと分かりやすいわよ。はい、これどこにいるか分かる。分かった、この足組んで透かしてるのがあいつね。そう、そこで透かしてるのが振動よ。なんだか殴りたくなってきちゃった。次はもっとすごいわよ。何何、あ、また足組んでる。そう、もう透かしまくるよ。ここまで来たら私も殴りたくなってきちゃった。振動、私に一発殴らせてよ。次の写真はちゃんと仕事してる写真だから。はい、ほら、ちゃんと仕事してるじゃない。でもね、仕事中にエロサイト見てるの。何それ、不潔、神聖な職場は何だと思ってるの。でもカメラ持ったらなかなかかっこいいんだよ。あら、かっこいいじゃない。そうでしょ、そうでしょ。かっこいい、私も撮られたいわ。私を撮って、そして私を見て。勝手に盛り上がってんのよ。仕事してるように見えるでしょ。うん、仕事してるように見せかけてパンチラ狙ってるのよ。もう何、何なのよ、女の敵じゃない。これが新郎のおしまいなの。おしまい。ちょっと一つもいいところがないじゃない。尺が足んないのよ。あなたは勝手じゃない、勝手すぎよ。今度は新婦役の日だよ。あら、かわいいでしょ、でしょ。うんうん、超かわいい。しかもなんだか写真が良すぎじゃない。まるでプロが撮影したみたいじゃない。そうだ、プロ、プロのうちに生まれたんだもん。彼女のうちは写真屋さんなの。あら素敵、毎日撮り放題じゃない。そうよ、冠婚葬祭つつ裏で撮りまくりよ。羨ましいわ、私も撮られたいわ。私を撮って、そして私をもっと見て。もう分かったから落ち着いて、撮られたいのは私も一緒よ。私の心も一緒に撮ってほしいわ。うまいこと言うわね。そして純白だった彼女もやがて大人になって真っ黒になっちゃった。汚れちゃったのね。世界の色に染まっちゃったの。まあショック、そばなんかすっちゃって、表面上は可愛く見えるかもしれないけど、心の底は真っ黒よ。カオスよ、カオス。怖い、女って怖いね。今頃気がついたの。世の中は女の子は大人になったらみんなこうなのよ。そうなの。そう、私大人になんてなりたくないわ。私も。じゃあ私たちは身も心も純白とまではいかないまでも、心ぐらいは綺麗でありたいわね。そうね、そうね。これでもうおしまい。そうよ、おしまいよ。というわけで、うん、この二人を、うん、みんなでこの後祝っちゃいましょう。祝っちゃいましょう。というわけで、楽しみ。次回は何、何、次回は私チョリキちゃんを上手しちゃいます。チョリキちゃん、チョリキちゃん、チョリキちゃん、楽しみにしてる、楽しみにしてるわ、うん、それじゃあまた次回、モリモリウェディング。また次回。バイバイ。バイバイ。